全国で死者・行方不明者98人と甚大な被害をもたらした2004年の台風23号から丸16年を迎え、豊岡市で犠牲者を追悼する集いが営まれました。豊岡市日高町朝倉地区で営まれた追悼式には、遺族や地元の住民などおよそ60人が参列しました。2004年の台風23号は、全国で死者・行方不明者98人と甚大な被害をもたらし、兵庫県内でおよそ800棟が全壊し、26人が犠牲となりました。このうち豊岡市日高町朝倉地区では、当時堤防がなかった丸山川が氾濫して2人が犠牲となり、堤防の早期完成を願い、治水記念碑が建立されています。無念さというか、悔しさというか、なんとかしたかったっていうのが、いつも思い出されます。やっぱりこういう機会を通じて、少しでも考えていただければいいなと思っています。朝倉地区の堤防は全長 1.4 キロの予定で建設が進められていますが、用地買収などの理由から完成のめどは立っていません。